はい、それではね、ポータルナイツの続きをやっていこうと思います。あ、ID さんいらっしゃいませ。ですね、2つ目のワールドに来たところですね。砂漠のオアシスだったけど、なんかこんなところなんですね。なんかちょっとオークっぽいやつもいるので、ちょっと戦ってみましょうか。お、グランドオーク。強いかな？あ、ちょっと強い？大丈夫、大丈夫だよね。ほっほっほ、うん、こっち遠距離が強いですね、これ。接近に線さえ持ち込まなければ。あ、虫なんか出てきた。ちょっと待って、ちょっと待って、待って。あ、やばいやばい、ちょっと待って、虫が出てきた。なんだこれ。あれ、さっきの奥どこ行った。溶岩芋虫、何これ。サバ、痛い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 、こいつ強い、こいつ強いぞ。ちょっと敵多い、敵多い、逃げろ。いて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 、もう死ぬ死ぬ死ぬ。ポーション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 、よし。あぶね。これが危ないな、これが危ないんだな。下に落ちたな、やつは。上がってこれないな、さては。さては上がってこれない。よし、とりあえずちょっといきなり取り乱しましたけど、まあね、ポータルナイツやっていきます。はい、敵強かったですね。最初に戦ってたオークはどこに行ったんだろう。倒したのかな。消えちゃったね。ここになんかこんなのが、サボテンがあるんですね、この星は。まあ砂漠なんで。サボテンも壊して、サボテンの種と水、あ、水が手に入る。水ですね。このワールドは、多分ね、銅、そうそう、これが銅が手に入るんで、ちょっと銅をね、いっぱい持って帰っていきましょう。これかな？よし。これも、この下も銅ある？あ、これサボテンか。銅を持って帰って、敵が。多いなぁ。倒せんのかな、これ。逃げるの倒しにくくない？倒した？倒したな。よし、ちょっとアクション慣れないといけないですね。流絶乱の実。ロケットってなんだ、ロケットって。あとなんか赤いね、石もありますね。これ、これなんだろう。あ、オークがいる。ちょっと待って。取れた？ルビー、炎のルビー。あ、これルビーか。ちょっと銅をじゃあ頑張って掘っていきましょうか。あとこの、オーク倒さないとね、ちょっと強かったよね。よし、単体ならね、あれがないので、遠距離攻撃しないので、こいつ全然余裕なんですけど、さっきみたいにちょっと他の敵出てくると厄介ですね。怒った、怒った、逃げんのかこいつ。どこまで行くんだ、どこに行くんだよ。危ねえ、倒した。おお、倒したね。逃げるのか。さっきも逃げたんだね、じゃあ。ちょっと銅をね、頑張って。ちょっとこれ、あれしとこう。回復。あ、一気に全部回復するんだ。ツルハシも今、耐久戻りましたね。あと鉱石を掘ったら一緒に土も取れますね。そういう仕組みなんですね。セットなんだな、これ。ちょっと銅をいっぱいとにかくね、集めないと。あ、アー
トシティさんかな。明日早いので今日は早めに落ちるかもです。あ、了解です、了解です。よいしょ。よいしょ、よいしょ。まあ、どうやら世界を救わないといけないみたいですけど、まあそんなことはね、気にせずのんびり遊んでいこうと思いますひたすら銅集めですね、この、ま、このワールドではね。このワールドにも多分ポータルがあって、でそれを、開通させると次の多分ワールドに行けると思うんですけどね。どう？頑張って。ルビーもいっぱいありますね。こんなにいらんかなこれ。ちょっと私もです。あ、了解です、了解ですね。みんな無理せずね、はい、早めに寝た方がいいと思います。僕は明日はね、早くないので、しっかり夜更かししようと思います。眠たくなるまでやります。よいしょ。はい。サボテンと銅を。これね、チェスト。まあいくらで言うね、チェストを作るためにこの銅が必要なんですね。だから銅を掘ってこないと物さえしまえないっていうねそれがちょっと大変。まあ簡単に取れるんで、こんな感じで取れるんでいいですけどね。見えてるんでね、もうね。よいしょ。サボテンは別に当たっても大丈夫ですね。いつも6時出勤なので12時過ぎが限界。ああ、なるほど。まあ僕も昔、そんな5時台に家を出る仕事にやってた時ありますね。天気がね、悪いとちょっと困りますね。よいしょ。びっくりした。びっくりした。ハフな。これ落ちたらどうなんだろうね。落ちたら、ペナルティーやんのか。ああ、なんかいるぞ。いるよ。暗いよ、しかも。これ持ったらいいのかな。持ったまんまでも戦えないんだよね。どうしたらいいの？倒しちゃう。やっちまえ。やっちまえ。あ、こいつ攻撃してこないな。よし。ちょっとどうやって戻ったらいいんだろう。上に、土ブロックを積んで上に上がったらいい？でどっから落ちてきたんだよこれ。あ、ここか。ここに隙間がある。うわ、なんか危ないな。ここら辺？ちょっと一回、もう一個隣かな。ここ登ってる？あ、これ以上登れないぞ。あ、一個隣だった。で、あ、帰ってこれましたね。よかった。こんなとこから落ちたんだ。こういう危ないとこはあんまり掘らない方がいいかもしれないですね。よし。あ、下に落ちてるな、やっぱり。よし。いいかな。よし。帰ってきた。あ、オークがいるぞ。2体いるぞ。ちょっと2体はやってられないな。銅は、見えてるところ。こいつはやっちゃいましょうか。敵も倒していった方が、まあ、RPG なので、レベルが上がったりね、するんでしょうけど。魔法使いそんな強くないのかな？どうなんだろう。あー、こいつちょっと強かったな、さっき。もう、亀を先やるか。下に落ちたな。よし、亀をちょっと退治してやろう。オークは、もうちょいで逃げるでしょ。多分ね。よし、逃げたな。逃げるな。よし。あ、いて。もう、
カメ。サンドシェル。カメだよね。結構なんか雑魚的だと思うんだけど、苦労するね倒すの。なんか武器が弱いのか。よし倒した。まあ一匹ならね、エメラルドが手に入りましたね。さあ、先終わってたやつこいつ？違うな。終わってたやつどこ行ったんだろう。いなくなっちゃったな。まあいいか。まあいい。銅をね掘っていきます。あんまそんなに近くまで寄らない限りは襲われないですね。あんまり遠くからこう狙われるようなことはないみたいです。こううまくカーソルが合わない。一応ねこう一人称視点でもできるんですけど、なんか掘ったりするときはこの方が楽かな。ちょっと視野が狭くなるんでね、敵に襲われたりとかするととっさに対応できないので、三人称でやる。ん？画面固まってますか？いっぺん読み込み直した方がいいかもしれないですね。よし。たまにね YouTube 固まるんでね。あとなんていうのかな、画質をちょっと落とすと、止まりにくいですと言って、この声が届いてるのかどうか。自分のは普通に動いてますよ、うん、多分読み込みがねちょっとバッファーが多くなりすぎて固まっちゃうときあります。YouTube ね、ただでさえちょっと遅延が10秒ぐらいあるので。よし、こいつなんか人型じゃない？話す、あ、人だあ、人もいるの？え、普通に何してんの？地質学者スタントン、モンスターたちが走り回ってるせいで綺麗なサンプルの採取がかなり難しくなって、あ、入り直したら治りました。あ、了解です、了解です。こんなあれもあるんでね。あなたのような冒険好きなら私の依頼を、この辺りの洞窟石を調べて手に入れてきてくれないか。まあ、いくつよ、いくつ洞窟石を。10個ね。まあ10個もう結構何くれるんだろう代わりに。あ、経験値、お金、ん、交換する、ん、クエストクリアでいいのかな。レベルアップした、レベルアップしたね。よし、こんなクエストもあるんですね。レベルアップは これだったっけ。どれを上げたらいいんでしょうね。魔法のダメージを増やしたいので、ちょっとこれを、ん、あ、これまだ増えないのか。これスキルか。これちょっとわからないんでね、どうしたらいいのかな。杖にしとく？振り直せるのかなこれ。25%。 うん、まあ、ちょっと様子見ましょうか。こっちをもう一回話せんの？あの岩盤の色合い素晴らしい。話す、任務の途中ですか。もう一回だけなのね、一回だけなのね、はい。暗くなってきたな。ちょっと敵強くなるかな。銅鉱石、まあまあ結構集まったといえば集まりましたね。なんかああいう敵がちょっと強い感じですね。炎のね燃えてる。よし、ここのちょっと銅を取っていこう。
たすら銅を集めます。あれ取り尽くしたらどうなるんだろうね。もうなくなるのかな。あ、銅落ちてた。ここにも銅あるな。でもまあ見えてないとこにもね、あるんですよね。これも銅、鉄ってあるのかな。どうなんだろう。ありそうじゃない。なんかだんだんアップグレードしていくような感じで、鉄か、多分銅の次は鉄か、まあ銀だよね。どっちに行くんだろうね、このゲーム。大体の傾向としてはね、なんか。よいしょ。これどうしようかな。松明持ったまんまとかできないのかな。夜がちょっと暗いよね。よし、さあ上に登りたい。でまあいつでも最初のねワールドに、ここからっていうか戻れるんですよ。ここからじゃなくても確かこのマップ、これですね。これで今2つ目のワールドに来てるんです。ここが、最初のマップですね。にいつでも移動できるので、今のとここの家のマークは拠点ってことかな。次はだから3つ目のワールドがここから行けて、ここからまあ2つ枝分かれするような感じなんでしょうかね。なんかそんな感じっぽいですね。よし、まあ頑張って探していき、この辺のなんか持って帰れるのかな。素材をね、建築素材を。とこれ樽はアイテムが入ってるのか。あ、レベル上がりましたね。じゃあちょっとどうしようかな。ワンドを上げちゃいましょうか。今持ってんのが炎のワンドって書いてあったんで、これを上げたら多少たた、ああできるんだ。早くやればよかった。変えれるんだね。なるほどね。じゃあ全然余裕ですね。ちょっと知性もがっつり上げて、ちょっと火力重視でいっときましょう。よし。いいですね。なるほど。これで、鉄を調べてみました。鉄ありました。あ、ありがとうございますね。鉄なんですね。次が鉄っぽいかな。じゃあ、大体ね、そんな、ホローナイトなんか強そう。うわ、いって。50で、これいくつなんだろう。ハート。1個で。夜はやっぱりちょっと危ない。そうですね。なんかああいう敵がちょっと怖いな。あ、そこになんか家っぽいのもあるな。よし。いいですね。まあまあ、ポータルストーン。ここなんでしょうね。なんかあるよ。ダンジョン。あ、鉱山？鉱山っぽい。鉱山閉鎖。立ち入り禁止。何があるんでしょうね。立ち入り禁止って書いてあったら行かざるを得ないですね。これ、トロッコかな？トロッコか。アイテムが、ちょっと待ってよ。持てるのかな？ああ。イベントリーまだちょっと隙間あるけど、でもちょっといくつか置いときたいですよね、荷物ね。一通り、銅鉱石を取って、で、帰って、荷物をね、置いて、で、あの鉱山、ちょっと入ってみました。あ、あそこにポータルがある。
あれですね。ホタルストーンはすぐ作れるよね。一個あって、クラフトどれだっけ？これか。ホタルストーン、1、2、3、4、5。ほんで、今6個？ 6 個あるね。もうこれはめといちゃいましょうか。ここにはめといたらもう、次のワールドに行けるってことですね。1,2,3,6 個で1セットって感じです。これで開通ですね。まあちょっとね、じらしプレイでいきましょうのんびりやりますんで。ね、一応見えてるところの銅はね、しっかりと取っていきましょう。まあたくさんあって、ありすぎて困ることはないと思うんでね。よし。鉄と、これもか。ちょっと。なんか、整地とかもしたいですね。なんかね。まあ、建築。要素はマイクラとかよりは少ないとは思うんですけどね。どっちかっていうと RPG の方が強い感じですけど、まあそれなりにね。でもあの今のなんか屋根の半分潰れた家にずっと住むのもちょっと忍びないので、そのうち家もね、拠点も作りたいと思うんで。ん、なんか、あ、耐久がないのか。耐久がないのか。これでいけるね。研ぎ石。もうね、ただひたすら銅を集めてるだけの映像になってますけど。よし。あれがちょっと強いんだろう。こっちの方で。あとはもうそんなになんか、そのダンジョンっぽいのはないですね。こうやってなんていうのかな、鉱石掘ってるだけでも経験値たまるんですね。レベル上がるんだ。ちょっと散歩してみましょうか。これなんだろうね、この祠みたいな。なんか襲われてる気がする。あ、ここにも人がいるぞ。でもあそこにモンスターがいるぞ。やっちゃうか、やってみるか。この人に当たっても別に大丈夫。あ、はまってるぞ、はまってるぞ。よしよし。いて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 。お、倒せる倒せる倒せる。よし。ちょっと話してみましょう。こんにちは、勇ましきナイトよ。冒険家ウルブ。どうしますか、話す。遺跡にはすごいお宝があるかも。うん。すごいお宝があるかも。それだけ？わかったよ。遺跡ってこれ？これ？これ遺跡なの？ちょっと破壊してみるか。中になんかあんのかな？敵来てる？これ大丈夫かな？ん？模様入りの遺跡ブロック。あ、遺跡なんだこれ。ちょっと硬いね。え？よし。ん？中身は何もないね。何もないね。これ何なんだろうね。ただの祠でしたね。ここに銅があって、もうちょっとで夜明けそうな感じだね。あ、そっか。レベル上げて、強くなったのか。あれ。ちょっとロックオン外しちゃった。あ、そうですね、ダメージ上がってるもんね。倒せ倒せ。これを逃げるやつを叩くの難しい。倒した。もうこっから
お、いいぞ。高低差を利用すれば。あっち。敵多いな。ちょっと下のやつ取っていきたいんだけど。取ってすぐ登ろう。逃げろ、逃げろ、逃げろ。逃げろ。あー、いっぱい来てる、いっぱい来てる。ちょっと待って、逃げ場所がないぞ、こっち。危な、危な。引っかかった。ロックオン解除して、逃げます。たくさん相手にするとちょっと大変だね、やっぱりね。1対1だと、まあ今んとこそんなに苦労しないかな。うん。さっきの鉱山ぐらいだね、今んとこダンジョンっぽいの。ここ?ここだったっけ?うん、柵をもらっていこう。あとは何かあるのかな。よし。あれなんだろう。これ。ああ敵か。なるほど。さあもう倒せるはず。いていていて、登ってくんのかいこいつ。来い来い。ああもう下に行っちゃったな。もう倒せるでしょ。よし、いいね。エメラルド、あ、手に入る。よいしょ。どういくつ持ってるんだ。あ、もう100個溜まってるんだ。110個持ってるってことか。いくつぐらいいるんだろうね。こんだけ取ったらさすがに大丈夫じゃない。じゃあちょっとまたでも見えてるところは掘りたくなるね。なんか経験値もね入るしね。押しっぱなしでいいのかな。あ、押しっぱなしで壊してくれるんだ。あ、楽だね、これ。よし。もうね。もういいね。よし。はいはい。あとは、うん、結構落ちてるね。なんか見えてるところに鉱石いっぱいあるんだね、ほんとに。なんか、ね、マイクラみたいにこう地面を、掘っていかないと見つからないとかじゃない感じ。よいしょ。平気でもう露出してますね、鉱石が。あとでもサボテンと銅とこの何?赤いルビーだったっけ。そんなんしかないよね。敵はこの3種類ぐらいが、このワールドのまあ特徴なんでしょうかね。よし。別に何もないもんな。下にもあるけど、ちょっと登ってくるのめんどくさそうなんで。ああ、痛い。お、いて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 。登れる?登れない。3段は登れないね。もうこれだけっぽいね。じゃあちょっと一遍戻りましょうか。どこだったっけ。いいか。ちょっと、あ、ここあれか。え、この人だよね、さっき話したのね。じゃあこれってこの時も襲われるのかな。襲われてる。敵にちょっと見えないな。あ、襲われてる、襲われてる、襲われてる。あ、ダメだね。調べといてよかった、これ。時間は固まらない系ですね。じゃあちょっと、インベントリー開くときも、あれ?ん?あれ?土置けないな。
これで逃げれるな。よし。あ、こっちもいっぱいいるぞ。よし、帰ってこれた。ちょっと敵に逃げ切らないとワープできないな。これ素早く操作しないといけないの。上に行くか。上に行けばいいのか。うん、こうだね。よし、じゃあ最初のワールドにね戻りましょう。あ、もうここ開通したからこうなったのね。はい、移動する。ワープ。木はあんまりなかったね。サボテンだけだったね。木はこっちのワールドで、狩らないといけないのかな。まあ、ちょっとチェストをねまず作っちゃいましょう。始まりの丘、帰ってきました。なんか平和な感じしますねここね。やっぱりここに帰ってくるから、この近くに家作った方がいいよね、絶対ね。拠点をね。いちいち、家んとこまで戻らないといけないもんね、今のままだったら。ちょっと、スライム倒してみよう。お、強い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 。ああ、だいぶレベルが上がったらやっぱり、簡単ですね、スライム。見て。よし、まあいいでしょう。下に落ちてるか。登らないと。石、砥石もちょっと作っときたいね。あと木か、木を切っとかないといけない。ちょっとなんていうのかな、植林と畑と作りたいですね、ここで。ちょっと整地が必要だな、やっぱり。一応拠点らしき、まだ何もないですけどね。帰ってきました。作業台がここにあるんで、なんか作業台もアップグレードできるって書いてあったよね。これはこれかな。作業台2にアップグレード、これやっちゃいましょうかね。作れるもんが増えそうなんで。いける？これで3にするのに鉄の延べ棒が必要。なるほど。だから鉄鉱石だね今度は。多分そんな感じだね。何が増えたかな。作業台に朝の、ヤシの葉。今度は麻ですね。麻の布か。綿と麻と、カーペットブロックとか作れるんだ。へえ、面白いね。綿とかめっちゃいるんじゃないこんな。あ、それ、その作業台のレベルに合わせていろいろ作れるものが増えるんだね。着地パッドも作れるのか。っていうことは、そっか、好きな位置に移し替えれるってことか。道具箱に。これどう違うんだろうな。こっちが道具箱1でしょ。これもちょっと1個作ってみますね。よし、取りに来て。これちょっと1回設置しちゃいましょう。これかな。道鉱石。アイテム整理ボタンとかないのか。これ何のボタンなんだろう。捨てるのかな。あ、こっちが捨てるんだよね。これなんだろう。消し去るのと落とすのの違いかな。ちょっとこの骨を一回これにしてみようか。どうなった？ああ、それっぽいね。骨は綿の種も丸太。ネズミいつの間に。じゃあこの小麦をこっちに捨ててみますね。
これはもう消えちゃう感じなのかな。ゴミ箱。これは違う。うん、落としてないね。あ、消えちゃう感じ。こっちがだから消滅するやつで、こっちは落とす方ですね。なるほどね。なんか今出てきたな、これ。レベル3、招待する。あ、そういうことか。チェストを置かないといけない。いろいろと。こう。まあ、適当にこの辺に置いちゃいます。調べる。あ、こんだけしか入らへんの。ちっちゃいんだ。ああ、そっか。で、鉄の道具箱だともっとたくさん入る。枠がたくさんあるんだね。なるほどな。へえ。そうかな。ちょっといろいろブロックは一回しまって。砂もあるし。ロケットとかもあるんだ。小麦の種。卵。まあ、いるか。この辺入れとけ。ポータルストーンのかけらいっぱいあるね。エメラルド、まあ、石ブロックと、このドアも入れとけ。柵。この辺はなんか使いそうだね。あと、これなんだろう。ネズミも入れとくか。ネズミこっちに、ちょっと待って。ん？ここに来るってことはペットになるの、もしかして。あ、ペットになるんだ。これか。ペットなんだ。何するんだろう、ネズミ。ついてきてる？あ、ついてきてる。戦ってくれんの？これ。ちょっとスライム倒して戦ってみます。何してくれるんだろう。ものを。拾ったりはしないかな。ちょっとスライムと戦っ、あ、モンスターとね、戦ってみましょう。名前つけたりとかできないのかな、ペットなんだったら。これで変えた方が早いな。襲われてるよ。襲われてるよ。いて。え、ネズミどこ行った？お、来てるよ。襲われてるんだよ。何？何もしないな、これ。うん。今日はもうします。お疲れ。あ、了解しました。お疲れ様です。何？何の役に立つん？まあまあいいか。今んとこ動物これしか、ネズミしかいないんで。一応連れ回しときましょう。したら、チェストが、あとなんか他にも道具作れないのかな。これ増えてますもんね。着地パッド、道具箱、クワ、あ、この辺いりそうですね。銅の延べ棒がいる。これは？鍵爪？炎のルビー。ツルハシ。物によってやっぱり道具変えないといけないっぽいですね。木と斧と、これ土ブロック用。コンパスって何？いつも北を指している。使用すると一滴がまた開かれていないポータル。あ、そんなんもあるんだ。へぇ、ポータル探してくれるんだね。これちょっと作っとこうかな。変えといて、あとは武器は、武器はまだ新しいの出ないですね。お、ヘルメットとかある。これは、戦士弓つか。これヘルメットとかは誰でも装備できるのかな。これが防御力かな。耐久性低下、速度減少。あ、いいですね。こんな、道具使うの。ヘルメット、採掘ダメージって何？
技呪文、あこれも作るんだ。ポーションちょっと作っとこっか。これでできるんだね。流絶乱、あそっか、これを育てた方がいいってことかな。じゃあほうほうほう、いろいろありますな。レシピ覚えないといけないですねこれね。へえ、面白いですね。何作る、銅の延べ棒ってどうやって作るんだろう。かまど、かまどがいりそうだね。なんかその辺が、これかな、かじま、かまどかな。あそうですね、かじまは金属アイテムの製作、一通り作っといた方がいいのかな。アーチャーステーション、製図台、かまどと魔法アイテムのセンス、この辺もなんか入れそうですね。木と石を、あとバリア、あこれさっき拾ったやつだね。あバリア、ほうほうほう。じゃあ、木と石をちょっと取ってきましょうか。あ暗くなっちゃったな。丸太40、まあこれで大丈夫じゃないかな、さすがに。うん、よし、かまど作ります。で、魔法の祭壇、これは何が足りない、あこれを取って、これも作っちゃおうか。はい、かまどアーチャーステーションはいらないかな。カジ、これも作っときましょう。でちょっと3つ設置しましょうか。取ってないか。それぞれ、なんていうの、対応するワークベンチがあるってこと、作業台みたいなのがあるってことですよね。じゃあちょっと別に置い、回転できたっけ、回転。ボタンこうか、どう置いたらいいかな。ここに置いて、あ隣にじゃあ置いて、かまど、うん、こっち向けだよね、かまどね。よしで、これどうやって焼くんかな。かまど銅の延べ棒、これか。あ、石炭ってどこで取れるんだろう。あったさっきのところ。一個も取ってないよね、多分、石炭。え取ってないな。木材ではダメなのか。これ、レンガでしょ。石炭取れてないね。ここまで行かないといけないのかな、じゃあ。ないもんね。ここには石ブロックだけ。ここか。ここに行く必要がありそうだね、じゃあ。なかなか一筋縄ではいかない。延べ棒を作るために。じゃあ、これは何だろうね。なんか増えてんのかな。あ、武器が、あ、これで武器作るのね。でもなんか戦士の武器しかないぞ、全然。そんな感じ。戦士用なのかなこれは。じゃあ、いらんかったもしかして。じゃあ魔法使いはこっちか。じゃあ武器違う、違う、これじゃないよ。これだね、魔法の祭壇。あそれっぽいね、これだ。魔法使い用はこれだ。ほうほう、草の属性のダメージ、これは杖と、これは、なんだ、これ鎌だよね。へえ。これ、
そうか、でも銅の延べ棒が全部いるってことは石炭を取ってこないといけないってことですね。なるほど、まあ順番にやっていくしかないんでしょうかね。よし、まあじゃあ次の目標は石炭ですね、とりあえずね。はい、まあじゃあ今日のところはね、この辺で、終わりにしておきますんでね、また、のんびりですけどねやっていこうと思いますので、よかったらね見に来てください。では、今日は終わっときますね。お疲れ様でした。